劉明は中国五漢末から三国時代にかけての政治家。義の重臣。家系は劉氏。字は小揚要衆州丘良国重の利権の人。五漢の光、武帝の諸子である岡良室王、劉苑の子孫にあたり、王族系の名門の出身であった。重の利口、劉広氏の慈士。劉艦の同母帝。子に、劉愚、劉桃。同族に、 優秀木の竜愚がいる。七歳の時に母の修が病で亡くなった。臨終前の母はあなたの父の近次の一人は悪質な関心だからあなたが成人したら彼を取り除くようにという遺言を残していた。竜ラは十三歳になった時、聖母の遺言に従いその関心を中殺しようと同母兄の竜漢に相談したが竜漢は受け入れなかった。そのため、 竜明は一人で関心を殺害した。これを知った、竜漢は弟を避難したが、父の竜博士はこれを抑え、竜明の気持ちを察し、彼を咎めなかったという。このことによって、彼は巨匠から、冷静沈着で強炭な人物だと評された。陽州で大きな勢力を誇っていた邸だからは住民を追い立てて、長江南岸へ渡ろうと計画していたが、 竜明が高貴な家柄なので、竜明をこの計画の首謀者に祭り上げようとした。竜明は、親友の露宿にテーダカラの危険性を手紙で知らされていたこともあり、誘いに応じず、帰って、竜明はテーダカラを主演に招き、自らの手で切り捨てその軍勢を手に入れることに成功した。なお、テダカラについては、義書の竜明殿と五所の露宿殿とでは、 説明が食い違う部分があるが、ここでは、銀書の伝えるところによった。竜明はその軍勢を、露行大衆の劉伊佐に預けた。劉伊佐が孫作と敵対した際は、孫作の調略を勘破したものの、劉伊佐はそれを無視したため敗れた。その後、曹操が、樹春の鎮作討伐に出陣し、欧州の人材を、募った際に、昭渡るヤコタダと共に使え、参謀として、 数々の検索を行う。この戦役の後に帰還した曹操から招かれて、四空層層城となった。曹操が長老を討伐すると、竜明は主母に転じた。冠中の地形は険しく、食料が欠乏したので撤退しようとしたが、竜明は戦い続ければ賞賛があり、今撤退すれば、追撃を受け損害を被るとみて、曹操に戦いを続けるよう進言した。曹操は、 竜明の震源に従いた戦いを続け、長路は敗走し冠中は平定された。冠中平定後、竜明は芝居と共に、この勢いに乗じて劉備が支配して間もない駅州に進行するよう早々に進言したが、この意見は却下されている。早期の時代に入ると、館内港に封じられ、自中に昇進した。職将の毛達が降伏してきた際、 総儀はこれを厚遇したが、竜明は、猛達の中義心の薄さを指摘して、これをいめている。総儀は聞き入れなかったが、後に、竜明の予想通り猛達は裏切った。関羽の廃止後、総儀は軍心に、劉備が呉に報復をするかどうか過問したことがあった。世論は、諸は、小国で、名称といえば関羽のみ。その関羽と多くの兵が失われた今、 職に戦う力はないとして、これを否定していた。しかし竜明の身は、職が小国であるからこそ、劉備は国内に武勇を示さねばならず、親子の同然の関係である官武を殺されて、復讐しないのでは、その誓いを全うできないと述べ、必ず報復を行うと見ていた。果たして劉備は、呉に攻め込み、呉は義に対して、真珠を誓う死者を派遣した。 軍神はこれを祝賀したが、竜明は、呉は外圧を受けて切羽詰まって、死者を派遣してきただけで、とても信用できるものではありません。呉の困窮に乗じて、これを打つべきであり、この機を逃せば数代にわたるわいを残すことになりますと進言したが、竜明の言葉通り呉は劉備を尻けた後、義に背いた。宗英の代にも、防身として徴用された。 宗英が即位して間もない頃、竜明の身が越見を許され、連日宗英に召し出され夜更けまで正論を語り合ったという。竜明は初めて宗英に越見した際、他の帝臣にその人となりを尋ねられた時、思皇帝や漢の武帝の風を持つが、この二人にはわずかに及ばないと述べている。風言の風子によると、宗栄が諸の討伐を計画した時、竜明は散大して、 それに賛意を示した。ところが退出してからは軍心に対して討伐に反対することを表明した。これを知った総英は疑問に思い、竜明を召し出しその理由を尋ねたが、竜明は何も答えなかった。後に一人で敗謁した竜明は総英に他国討伐は重大なる計画でございます。計画が実行されるまではその秘密を簡単に漏らしてはなりませぬと説き 国家機密の重要性を総英に悟している。以降も東抵抗に封じられふと、中大部、大航路を歴任した。彼の没年は不明。送り名は、抵抗。風古によると、竜明は、その晩年総英に疎まれ、孤独感に陥ったあまり、発狂して死んだという。彼は、上記の逸話に見られるように、自分の心情を固く秘めておく人であった。 竜明を嫌っていた、ある重臣が竜明を残言して、総英に竜明は、陛下の意を伺いそれに迎合する不忠者です。試しに彼に対して陛下のお考えと反対のお言葉をおっしゃってくださいませ。もし竜明が反対するようでしたら、陛下の意にかなっていると言えるでしょう。もし賛成するならば、竜明の考えは明らかになるというものですと、進言した。 宗英がその重心の信言通りに試してみると、果たして、劉明はその重心の話した通りに接したので、それ以降、宗英は劉明を信用しなくなったという。この劉党は曹操に組みし、曹操が失脚すると左遷された。最後は、旧権性罰に際し、受け答えがはっきりしなかったことを理由に、しばしに殺害されている。小説、三国支援議においては、 字は使用。各家の勧めにより、史実より早い時点で、早々に使えたことにされている。また、露宿の友人の竜子陽という人物が、竜明とは別に登場し、定だからとの出来事は、五射の記述に沿った内容で、竜子陽が、生死の竜明の役割を担っており、竜明と露宿が、友人関係であったことは、演技では、触れられない。勘渡しの戦いの際に、 霹靂者を発案している。ありがとうございます。